豊原寺は、かつて、越前国境郡にあった、天台州の寺院。白山信仰の有力な拠点で、白山豊原寺とも呼ばれた。1974年1月8日に、堺市の文化財に指定された。豊原寺は、白山豊原寺演技によると、大宝2年に、越前の主演者であった、大長大師が、自ら11面観音を刻んで本尊とし、 豊原発射権限をも祭る寺院として建立したと、ある。平安時代には、天台宗の寺院となって、白山信仰の拠点である、禅城堂越前馬場として、広大な領土を誇っていた平泉寺と共に、越前でその県政を誇った。また藤原俊人とその子孫である藤原伊勢は、豊原権限に帰依して、多くの荘園を寄進している。自称、 呪影の乱の際には、源の義仲の味方になった。室町時代に入っても、豊原寺の威勢は、衰えることはなく、豊原三千房と言われるほどの総兵集団を抱え、また総房主の豊原主もその名を馳せていた。戦国時代に入ると、隣国の加賀で、加賀一行一騎が発生して、浄土新州の寺院や門徒がこれを占領し、永正三年に入って、 朝倉正しけが領する越前国に攻め込み、崩流側の戦いが勃発した。この時、豊原寺は、平泉寺と共に朝倉方について、一向一揆と戦い、勝利した。翌年、朝倉軍の味方をしたためか、豊原寺は、一揆軍の標的となって攻め込まれるも、達中の明王院、下蔵院の活躍や朝倉軍の援軍もあって、これを撃退した。しかしその後、 天正元年8月の織田信長による越前侵攻と朝倉義景の自陣、天正2年1月の富田長重の反乱、それに続く2月の越前一向一騎の勃発と戦国時代後期の越前は収集がつかない大混乱に見舞われ、同年2月一向一騎の大軍に攻められたと与原寺はやむなく降伏し一騎軍の大将である。 本願寺の傍観、下妻よりてるの本陣にされてしまった。4月には、朝倉慶鏡と共に平泉寺が、一騎軍により、前山を焼き打ちされて水防した一方で、豊原寺は名脈を保ったかに見えたが、天正三年に、織田信長の大軍が再び越前になだれ込むと、9月2日、一向一騎の味方をした角で三千望と言われた、棒舎べてを信長により焼き払われ、 一旦滅亡した。一行一騎制圧後の越前には、柴田勝家が入り、その上である、柴田勝豊が、豊原寺席に入って、豊原寺城を築くことになった。この時、豊原寺は、勝豊の支援により復興を許されて八十三国を与えられ、棒頭として、東特防、西特防が建立された。勝豊は天正四年には新たに、丸城を築き、 豊原寺の旧地は返還された。近世の豊原寺は、越前に入部した結城秀康から五十国を寄進されるなどし、以降も江戸時代を通じて、福井藩や丸岡藩からの支援を受けて、白山信仰の拠点としての地位を保ったが、王子の勢力を回復するまでには至らず、明治二年の家造院の消失や、神仏分離令の影響もあり、白山神社を残して豊原寺は、 廃寺となった豊原参戦防資料館2010年12月4日に開館地図。個人宅に保管されていた豊原寺にまつわる仏像や朱院状などの資料約30点が展示されている。ありがとうございます。